いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？気になる男性と話すときはうまく盛り上げたいもの。そのためには自分が話すだけでなく男性の話にも乗る必要があります。では男性はどんな話題で盛り上がりたいのでしょうか？今回は男性が女性にも一緒に盛り上がってほしいと思っている話題を紹介します。 1. プロ野球やサッカーなどのスポーツに関する話。好きなスポーツに興味を持ってくれたら無条件で嬉しい20代男性というように、女性がスポーツの話に乗ると喜ぶ男性が多いようです。サッカー日本代表の試合などがある場合はニュースを見て注目の選手だけでも抑えておくといいでしょう。2. 男女問わず人気の少年漫画に関する話。流行の漫画は共通の話題にもしやすく、あの場面が抜けるとか感情を共有できる10代男性というように共感し合えるところも男性は嬉しいようです。気になる男性が好きな漫画はあらかじめチェックしておくといいかもしれません。 3. 青春の思い出を語り合える学生時代の部活や行事の話。中学とか高校時代の話って相手の経験が分かって面白い10代男性というように、互いを知る意味で思い出を話すことに価値を見出す男性もいます。学生の時部活入ってたなど女性から話を振ると男性が喜んで話し始めるかもしれません。 4. 大変さを共有できる職場やバイト先での苦労話。自分の辛さを共感してもらえると安心する20代男性という意見があるように、仕事の話を理解してくれる女性に安心感を抱く男性もいます。ただし盛り上がった勢いで失敗談にダメ出しをすると男性が引いてしまうので気をつけましょう。